というふうな活動もしています。はい、宣伝になりますが、来月の12月にはですね、はい、横浜太鼓祭というのが12月13日、続き公会堂の方で行われますが、東京からも、ね、あの大元組というチームが来ていただけるそうで。ああ、そうなんですか。知ってますか。いや、存じ上げませんよ。湯沢さんという方が代表なんですけれども、そのチームにも来ていただいてということで、まあ、コミュニティをこう広げているということで、はい、下は愛知が、松平和太鼓も来ます。はい、茨城からも来ますと、いろんなところから、招いてですね、横浜で太鼓祭りを開催しようというようなことを、考えております。まあ、要は自分たちの演奏だけじゃなくて、はい、あのこんな時期だから太鼓の仲間しっかりつながって、これからの太鼓界をしっかりと支えていこうというふうに思っているんです。はい、はい、なんであのこれ持たれてると僕が叩かれるのかなと思ってますけど、何のこれですか。これ分かります。はい、昔の人は分かりますよね。あの布団叩きです。なんと今年からですね、打鼓にあの元オンデコで活動していた石太郎がですね、はい、今独立して活動してるんですが、はい、なんと今打鼓のメンバーとして加わりまして、あら衣装着てらっしゃいますね。なんと石太郎くんがですね、今回打鼓と一緒に演奏することになっておりまして、彼はオンデコの中でこう組太鼓でこう途中でどん叩きをこうバチバチと使いながら演奏することをやっていました。はい、今日は打鼓も揃えてやってみようかなと。あ、そうなんですね。新しい企画で、あの石太郎と打鼓の融合企画を皆さんにはご覧になっていただこうと。はい、まあ、せっかくですから皆さんに楽しんでいただきたいと。ありがとうございます。ということでですね、はい、ご用意させていただきました。では準備の方もできたようですので、野田の代表、はい、よろしいですか。はい、いいですか。そのままマイク借りてよろしいでしょうか。ちょっとマイクも使うんですか。はい、はい、それではお願いいたします。皆さん、横浜から来ました打鼓です。せっかくの浅草太鼓祭りですね、盛り上げていきたいというふうに思っております。ちょっと掛け声がダメなんで、みんなでせめて手拍子で盛り上げましょう。パンポ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 ン。お、なんだ。お、出てきた出てきた出てきたぞ。お、もっと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 、いいよ。お、パン、上手。さあ今度はおいらが太鼓で叩くから、皆さんその後手拍子でちゃんとついてきてくださいよ。いきますよ。ほい、はい、お、いいじゃないですか。トトントントン、はい、お、いいぞいいぞ、ほい、トントコトン、はい、お、いいね、ほい、トコトコトン、はい、よし、じゃあちょっとレベルの高いやつやってみるからね。いきますよ。ほい、トントントン、トントントン、トコトコトコトン。お、いいじゃないですか。上手上手。よし、もうちょっと盛り上げていこう。トントントン、トントントン、タカタカタカタン。お、いいね。もうちょっと手も上げようかな。ほい、トントントン、トントントン、タカタカタカタン。よし、じゃあこれどうだ。拍手ください。ありがとう。いやーっと、なんだなんだなんだ、なんか出てきた。なんだなんだ。おおお、うちの強い女子だ。お、なんだなんだ。ほい。おお。おおと、これはすごい素晴らしい連携プレー、みんな拍手。え、なに。え、おいらにもできるのかって。そんなもん簡単に決まってんじゃないですか。おいらだってね、太鼓一生長くやってるんで、よーし見せてやるじゃん。いくぜー、ほい、タン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 みんな、みんなちょっと拍手ちっちゃいじゃないか。もともともと盛り上げ盛り上げ。まあやっぱどう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 。まだやって。おい。おい。おお。やったと。これはすごい。いや素晴らしい連携プレー、拍手拍手。でもちょっと待って待って待って、みんなよく見て。相手は1、2、3、4。おいらは1人。まあまあまあ1人だってさ。おいら同じことがやれちゃうからね。やってやるじゃねえか。男の意地見せてやる。行くぜ。はい。
しょうがねえしょうがねえ、今日はとっておきって一番のやつ見せてやるな。いくぜ、正直何やってるか分からなかった。しょうがねえ、こんな時にオイラには頼みの綱がある。よし、一太郎さん助けてー。おーっと来たぜ、みんな拍手。一太郎行くぜー。Thank you.
で、太鼓集団、そして和太鼓集団、太鼓、松本さん、お疲れ様でした。